はい、皆さんこんにちは、村場ディソシです。今、大晦日になりました。今までこう明日の仕込みが終わらなくて、まあ、今年はね、なんかこう最後の最後、大晦日までびっちりと意気込みが入ってるっていうね、すごく忙しい、ありがたい年になってます。今年1年振り返って、このフラワー TV、チャンネル登録者1万人をね、今年中にっていう目標できましたけれども、まあ、ちょっと足りませんでしたけれども、これは引き続き来年に向けて、継続していきたいと思います。1万人になったらこうデモンストレーションをしてとかね、いろんなことがありますので、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。また来年はフラワー TV、 また新しいねことにどんどん挑戦していく年だと思ってますので、そのあたりも楽しみにしていただけると良いと思います。あと今年1年、僕自身ね振り返って、まあ大きな話題といえば、やっぱりこう N フラワーデザインスクールというね、僕の作ったスクールが一般社団法人 N フラワーデザインインターナショナルになったということですね。何のためになんていう言葉もまあちらほら聞きますけれども、まあそれは言ってる人が分かってないだけの話だと思います。一般社団法人になれるのとなれないのとでは全然違います。まあ、慣れない人たちはいろいろ言うかもしれませんけれども、それはほっときましょう。僕はね、やっぱりこう常に上を見ていきます。で、まあただ大きくするというだけじゃなくて、やっぱり本当にこうお花がね、純粋に上手くなるスクールを作りたい、これが僕の信念ですから、まあ、うちのスクールにね入ってくださった方は必ず結果が出るようにしていきたいと思っています。あとはですね、今年、まあ、来年はまたスクールもこのフラワー TV 同様、だいぶ躍進する兆しが見えてますね。もうすでにいろんな話が来てます。なので、まあここではちょっと発表できませんけれども、また楽しみにしていてください。まあそんなこと言ってるなりじゃないですよね、手袋してまあこんな仕事着で、まあただやります、やりますよ。それでまあちょっと支離滅裂な感じに最後になりましたけれども、今年1年ありがとうございました。また来年いろんなことをしでかします。なので楽しみにしていてください。ではまた来年お会いしましょう。今年1年ありがとうございました。 See you next time.